A few moments later. ありがとうございます。これ取れます、はい、でここからホースであの直接入れてもらっても、はい、石井タンクのようなもので入れてもらっても構いませんので、はいはい、でまたこれ戻してもらって、まあ、これでロックできます、はい、でこれ出してもらってこれがスイッチです、はい、でこういう感じです、はい、右、斜め上ですね、はい、こういう感じでこれがスイッチです、はい、でこれを押してもらうとこんな感じで出ます、はい、こんな感じで、はいはい、でまあ冬場ですね、はい、冬場はこの水を抜いてください、はい、そのやり方はですね、はい、これスイッチ切っていただいて、はい、まあ圧を抜いてもらいます、はい、でここを握ってもらって、はい、ここネジでついてますので、はい、ここを緩めてもらって、はい、これ緩めてもらってここにですねパッキンが入ってるんで、はい、このパッキンを落とさないように、はい、まあ、こっちにもつけてこんな感じでこう両方とも水を完璧に抜いてください、はい、でまた元に戻してもらって、はい、こんな感じでこれはだから、はいはい、中の水を出してもここまではこっちへ水は来ないんですか。ポンプのスイッチを入れるとまたここには来ます。あですのでそこをちょっと気をつけてもらわないとね。ここまでの元は止めれないもんですからここまで来てしまいますんでね。この状態で、うん、電源を落としておけばいいということですか。まあまあそうですね。じゃあ最後にやればいいですね。そうですね。これは最後に落としてからやる。はい。その方がいいかと思います。はい。わかりました。はい。でこれはまあ元に取れます。はい。で先ほど言ったように、はい、こんな感じで、はい、まあ匂いの出るようなものですね。はい、で重いものとかですね突起物は避けてください。素材が FRP なもんですから。あの白いのは何ですか。これなんか削ったゴミが。はい、はい、でまあここはストッパーが一応ついてるんで、はい、こんな感じで、はい、
左側だけですね。え、左側だけついてます。で、これが、外部電充電ですね。はい、まあ、これ開けてもらうとですね、ここに溝が切った、あの溝がついてます。はい、それをあのこっち側のコードは、はい、溝になってます。ここ、はい、こんな感じで。はいはい、でここを合わせてもらってね、こう刺してもらって、はい、でネジでこう止めれます。はい、でまあこれであの片方は家庭用のコンセントに刺していただければ充電はできます。はい。まずはここのネジを緩めてください。はい、緩めてもらって。これちょっと跳ね上げてもらって、はい、でこれでこう出ます、はい、でこんな感じで、はい、まあ、自転車で底重だとこれが落ちてしまうものですから、はい、これを取ってください。これを、はい、こういう感じで、はい、でまあこれ室内に保管してもらって、はい、でまた格納するときにまたこれつけてもらってですね、はい、こういう感じで、これを加えるんですね。そうですね、はい、これを加えるものですね、はい、これは、はい、下がってきました。まあ、この加える位置はまあこの辺ですね。こういう感じですね。これで締める。はい、これでまたどうしてもアルミはね傷がつきやすいんですね。でこれでまあロック代わりですね。これが、はい、はい、こんな感じ。一緒でした。まあ、本来はね、前はね、別々で鍵があったんですけど、うん、あまり鍵が多いということで、ここ一緒にしました。はい、でこの奥にね、はい、あの給湖の弁があります。はい、でこれ一応ね、あのここにも鍵は変えるんですよ。はい、これまあ、左に回してもらってこうね、はい、外します、はい。で、ここで鍵は一応変えるんですけど、ここ、はい、あのお車の方の鍵で変えます。はい、ただここ買ってしまうと結構面倒くさいもんですから、うん、ここの鍵で管理してもらった方がいいかと思います。はい、わかりました。ちょっと奥ですので、ちょっと入れづらいんですけど ね、ちょっと気をつけていただいて。はい、で、一応ね、35リッターのタンクなんですけど、35はね、なかなか入らないです。はい、まあ、あの、ランプがついてから25リッターぐらいですね。はい。お車のバッテリーが入ってます。はい、あの、先ほどの収納の鍵で、はい、これで開きます。はい、この鍵ですね。はい。はい、あのここはね、よっぽど開けることはないと思いますので、はい、はいはい、一応これは後輪駆動ですので、はい、はい、あとはですね、スマートアシスト、はい、ここにカメラが2台入ってます、はい、でセンターライン越えたらこうね、あの警告音になったり、で、あとは、これがアイドリングストップ、はい、あの信号待ちだとあのエンジンが止まります、はい、でそれを切るためにはこのアイドリングストップオフにしてもらうと、あそこにオフって入れます、はい、でこの状態だと信号待ちでもエンジンがかかった状態でエアコンがこうね、うん、はい、夏場やなんかね、あのエンジン止まってしまうとエアコンもね、そうですね、切れてしまうものですから、はい、これ切ってもらった方がいいかと思います、はい、でこれはあの前と後ろにセンサーがついてます、はい、で障害物が近づくとピピピピってあの警告音になります、はい、で切るときはこの押してもらうと切れます、はい、まあ、通常は入れておいてもらったほうが、はい、わかりました、はい、あとはまあこの辺はスマートアシストのね、はい、あの操作ので、あとエアコンはまあ通常のまあ、はい、まあ、前からあるようなね、はい、これが、はい、あの、はい、風量ですね。でこれがエアコンのスイッチで、はい、これがホットとアイスの切り替えで、でこれが吹き出し口ですね。これでこれが外気と内気の切り替えですね。わかりました、はい、うん。